南の島の大王はその名も偉大なカメハメハ。てなわけで今回はゴーストアイコンのカメハメハです。同様のはハメハメハなんですよね。東映ヒーローワールド限定のデラックスカメハメハゴーストアイコン、テレビ本編では登場予定はありませんと書いてあります。こちらがカメハメハ魂。パッケージはね、100円のプレミアムプライスと同じ形です。中には取説はなくて、ビニールに入ったゴーストアイコン、そして保護シートです。デラックス仕様のゴーストアイコン、ヤシの実がすんごい勢いで飛んでます。目玉 K、 カメハメハの K ですね。そしてこちらがカメハメハ魂の顔、トップがこちら。これまたね、ヤシの木が中央にいて、またすごいこと考えますねと毎度のことながら思います。成形色はオレンジっぽいメタリックで、認識ピンがこちらです。ゴーストドライバはい、以上音声でした。この商品に関しては千葉の幕張にある東映ヒーローワールド限定ということで、現段階ではそこでしか売ってないんですよね。なので今日朝一から行って、10時開店前にはもう店頭の前には並んでたんですけれども、入り口が数箇所あって、開店と同時にいろんな方向からもう人がドドドドッと集まってきて、会場横にある物販コーナーに長蛇の列ができたっていうのがありましたね。で、2列で並んでくださいって並んでたんですけど、自分は左側で右側の列の人だけどん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 前に進んでいくっていうね、ちょっとわからないこともありましたけれども、途中からね1列に集まるんですけど、その集まる場所とか列の整理がねちょっとできてないぐらいに、なんかすごいやっぱりみんな待ち望んでたんでしょうね。人がもうすごく集まってましたし、それにさらに追い打ちをかけて、すごい列ができてるんだけどもレジが1台っていうね。開店と同時に行ったのに買えたのが11時過ぎなんですよね。買い物を終えてね、外出てみると列がすんごい伸びてて、ちょっと複雑な気持ちになりました。物販コーナーの横にあったガブティラはかなり見とれてました。でも在庫自体はねめちゃくちゃあるみたいなことを係の人は言ってたので、もしね買いに行かれる際は事前に確認した方がいいかもしれません。ただ個人的にはこの千葉県だけっていうのは、他の県の人はどうなんだろうっていうのはねやっぱりありますよね。人集めしたいっていうのもわかるんですけどね、電車とかで遠方から来る人もかなりいたと思うんですよね。それこそネット通販とかすれば全国の人に行き渡るのになと個人的には思いました。以上、トヨハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。